こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。前回までの動画で潜在意識のコントロール法を3つ学びましたね。これがよく理解できているか確認しましょう。いくら学んでも応用できなければ意味がありません。次のようなシーンではどのコントロール法を使えばいいか考えてみてくださいね。仕事で上司にいろいろと怒られ、あなたがストレスを感じているときはどう対処したらいいでしょうか。答えは、潜在意識の自分を癒す、です。6歳の自分をイメージして、大人の自分がその子の気持ちを分かってあげましょう。では、次のシーンです。あなたは仕事で頑張ったのですが、なかなか上司が褒めてくれません。こんな時は、どうしたらいいですか？正解は、潜在意識の自分を褒める、です。現在の自分が6歳の自分を褒めます。正解できましたか？では、次のシーンです。あなたが本当に仕事のパフォーマンスが悪くて怒られている時には、どうしたらいいですか？答えは、潜在意識の自分を叱る、です。正解できましたか？では、次の質問です。あなたが昔、親にひどく怒られたとか、友達にいじめられたという体験があって、今でも思い出すと涙が出る、という時、どうしたらいいですか？そういう時は、潜在意識の自分を癒しましょう。状況に合わせて、必要な言葉を言ってあげます。もうお父さんは怒っていないよと慰めてあげたり、助けに来たよと言って、抱きしめてあげたりするといいでしょう。こんな風に潜在意識のコントロール法を日常に活かしてくださいね。では、今日のテーマです。今日のテーマは潜在意識の自分を励ますです。今日は4つ目の潜在意識コントロール法を学びましょう。それは自分を励ますやり方です。第10回目の動画で潜在意識の自分を叱るというのを学びましたね。自分の能力を高めるためには、潜在意識を勤勉にすることが大切です。でも、潜在意識の自分は、できないと思っているかもしれません。そんな時には、励ますことが大切です。あなたには、ちゃんと能力があるんだから、やってごらん。きっとできるよ。やってみて、できるようになったら、とても気分がいいよね。そしたら、とても誇らしくなって、自信がつくよ。そして、自分がもっと好きになるね。イメージの中の6歳の自分が喜んだような顔をしたら、うまく潜在意識をコントロールできていますよ。潜在意識を変えるには、1回や2回のイメージではダメです。何度も何度もこのイメージをすることで、だんだんと変わっていきます。ですから、根気よく続けてくださいね。